続いて1番、浮山圭吾君。私からは観光の関係で3点、台風の後遺症について1点、計4点質問をさせていただきます。まず1つ目、バスの民間委託走行はできないでしょうか。現在観光が好調で毎日たくさんのお客様がいらっしゃっています。しかしこの方がどのような方法で観光移動しているのかということを町は考えたことがあるでしょうか。島は自家用車が不可欠で、通勤通学、病院への通院買い物と、車がないと移動に困難を極めます。広い島内、多くの方が貸切バスやレンタカーなどで、観光をしていると思いますけれども、これらは、料金が高く、レンタカーは免許が必要です。そうした場合、坂道が多い、島内で自転車で観光する方がいらっしゃいます。今まで登龍峠をえちらおちら自転車で登ってきて、名護の展望台の坂道までやっとの思いでたどり着く女性を何人も見かけました。どうしてこの人たちは自転車で島一周をするのだろうと不思議に思っていましたが、よくよく考えてみればそれしか移動の手段がなかったのだなと近頃思い当たりました。路線バスでは本数が少ないので観光地を巡るのはなかなか大変です。昨年度、どなたか議員さん忘れましたけれども、路線バスで観光地を巡る、ツアーというか経路を考えてくださいという質問がございました。で、町からは、なかなか今考えてますよ、やってますよというお答えはございましたが、具体的にこういうような形でできますよというのはございませんでした。で、観光協会のパンフレット等を見ますと、女子旅といって女性の方が好きそうなカフェ行って温泉行って何かの体験をしてというような、プログラムがございますが、やはり島内の移動手段ではなく、1万円ぐらい払うと私たちがお迎えに行き送迎し観光地を巡って差し上げますよというようなプランでした。で、島をですね、観光する移動するということで考えると、この島の環境は最悪です。観光地としてこれではいけないのではないかなと切実に思います。現在は観光客は団体が多く、貸切バスを使う方がメインですからまだいいのですが、個人の方や免許を持たない今言ったような女性の方、どうしたらいいのでしょうか。これからですね、観光を開発していこう。また先ほど匠議員がおっしゃいましたインバウンド、外国の方は免許証、国際免許じゃないと運転できませんので、呼んだとしても島で移動手段なければどうしようもないですので、ぜひですね、路線バスが難しいのでしたら税金を投入してもしてでもですね、民間の方にお願いをして観光地を巡るバスのようなものを仕立てていただきたいと思います。人それぞれで同じところに長くとどまりたいっていう方もいらっしゃいますので、いろんな巡回バスのように観光地をぐるぐる回っていただければ自分が好きな時間に乗れると、まあもちろん料金は発生して構わないと思います。私も個人的に旅行するときには1日3000円とか5000円とか移動手段にお金はかかるなと思っております。で、ただでやれとは言いません。もちろん採算の取れるような形でですねやっていただきたいんですが、そのような巡回バスというものもぜひ考えていただきたいと思います。この問題ですが、町はどのようにお考えでしょうか。これ1点です。2点目、フリージャー祭り会場の連作障害対策を行ってみないでしょうか。今年はですね、最後
今月の12、13あたりから急にフリージアが暖かくなって咲き始めまして、会場の開花も進んでおります。良い環境でお客様をフリージア祭り迎えられるのではないかと思っておりますが、連作障害がひどくですね、八形山の土地が少し疲れているように見受けられます。来年度予算でもフリージアの球根を買いたいという予算のお話がありましたけれども、病気が発生し明らかに生育が良くない場所が見受けられます。農家では連作障害対策でイネ科の植物を植え、いらない肥料や毒素を吸ってもらい、土地をリフレッシュするそうです。フリージアの球根を掘った後にイネ科のトウモロコシをの種をまき、夏の間土地の浄化を試みると来年は良い花が咲くのではないかなと思うのですが、いかがでしょうか。多少の手間と種代は必要ですが、肥料は必要ありません。球根を頻繁に買い替える費用を考えれば経済的にも割に合うと思います。背の高いトウモロコシを利用して中に巨大迷路でも作れば、夏の間の観光客や子どもも喜び、一石二鳥だと思います。そのような、土地の浄化、連作障害対策、やってみたらいいと思うのですが、町はどう考えるかお答えください。3点目、ふるさと村が再生するまで別の体験場所を作れないでしょうか。ふるさと村は現在主流の体験する観光施設として、とても良い場所でした。町では再建に向けて努力していると思うのですが、資料館も一時閉鎖され観光する場所が、減ってしまいます。再建までの間、一時的にお茶が飲めて、太鼓が叩け、島の人とおしゃべりができる、このような体験場所を作っていただきたいと思います。接客の人に喜八丈を着ていただくとなお良いと思います。研修で各地を視察させていただきましたが、どこも土地柄を生かした制服を着て案内をしていました。普通のおばちゃまが私服でいらっしゃいませというところはあまりございませんでした。せっかく喜八丈という素晴らしいブランドがあるのに何もしないというのは、観光地として力を入れてないように感じてしまいます。フル装備の着物が無理でしたら羽織やベストでも良いと思います。個人的に喜八丈を観光客に着せて写真を撮るということをやったことがありますが、みなとても喜んでネットにあげますと言っておりました。本人が着ないまでも案内の人が着ていたら一緒に写真を撮りネットに投稿するでしょう。現在はインスタ映えというのは観光の必須アイテムです。観光振興のため体験場所と喜八丈の制服を考えていただきたいと思いますが、いかがでしょうか。4点目、台風20号で故障した携帯電話のアンテナ塔の修理を町からお願いしていただけないでしょうか。昨年の台風でソフトバンクの携帯電話のアンテナが故障しました。各個人ユーザーがメール等で直してほしいと言っているそうなんですが、半年経っても直らないままです。台風以降半年間自宅で携帯電話が使えないという人もおり、不便をしているそうです。個人ではなかなか動いていただけないので、ぜひ町から携帯会社にお願いしてほしいという要望があるのですが、対応をしていただけないでしょうか。以上4点お願いいたします。産業観光課、機関。はい、それでは1番目から3番目まで私の方から回答させていただきます。まず1点目、バスの民間委託についてでございますが、現在は、観光協会により、ゴールデンウィーク夏のお客さんの多い時期にストレチャー号を運行してございます。これは昨年夏の実績でございますが、10人以上の最高で、午前午後の50コース中16回が運行されてございます。
34回は採算が合わないということで運行を取りやめている状況でございます。お客さんが多い、この時期にですね、そのような状況でございますので、町が、経費を負担し運行することは現在のところは難しいと考えております。町といたしましては、この事業を継続ができるよう観光協会と連携していきたいと考えてございます。続いて2番目のフリージア祭り会場の関係でございます。議員が言われる通り、生育が良くない場所がございます。現在、普及指導センターに、協力してもらい、土壌や球根等につきまして調査をお願いし、お願いする予定となってございます。その調査結果に基づきまして議員の提案も含め、今後の対策を検討していきたいと考えておりますので、よろしくお願いいたします。続きまして、ふるさと村で、実施していました、接待業務につきましては観光客の皆さんに大変喜ばれていたと認識しており、町といたしましても交流施設は重要と考えております。そのような中で、まだ所有者にも相談してございませんが、名護の展望の活用ができないか検討しているところでございます。また喜八条の活用ですが、来年度、町が窓口となり、喜八条の着付け体験を実施する予定となってございます。その辺も組み合わせた事業など計画を進めていきたいと考えておりますので、よろしくお願いいたします。以上でございます。企画財政課課長、はい、以上。私の方からは4点目、携帯電話アンテナ修理のご質問にお答えしたいと思います。携帯電話の俯瞰地域の解消は町の課題の一つでもございますので、早速私どもの方も携帯会社さんへ状況確認のため問い合わせをさせていただきました。携帯電話会社の方でもですね、故障している状況は認識しており、対応中ということでございます。完了の時期でございますけれども、この3月末までには、復旧の見込みという回答をいただいておりますので、今しばらくお待ち願いたいと思います。以上で回答とさせております。はい、1番。携帯電話の俯瞰地域解消ありがとうございます。この質問を出した後、他の場所もだよという話もありましたので、ぜひですね、いろいろなところを確認していただいて、町からご要望いただきたいと思いますので、よろしくお願いします。あとふるさと村の再生などの展望台期待しておりますので、よろしくお願いします。1番のですね、バスの運行について再度質問をいたします。観光協会が行っているストレッチャー号は、回る場所が決まっている、いわば定期観光的なバスなんですね。自分の好きなところを好きな時間に回れるということではないんです。で、日本全国そうなんですが、定期観光バスというのはどこも赤字でだんだんなくなってきております。八丈町もやめました。で、今主流な観光はですね、自分の好きなとこに行って好きなことを好きな時間やる、終わったらまたここ次のところに行くというような形が好まれますので、ストレッチャー号のような形ではなく、ぐるぐる回る巡回バスを回して、で、そこを自分の好きな時間に行って乗る、もちろん定期バスとも組み合わせてですね、例えば12時に中野郷に行ってカフェにお茶をしました。で、その後は定期巡回バスで次のところに行くとか、そのようなですね、普通の路線バスの間を埋めるような移動手段を作っていただきたいと思います。で、先ほど税金を投入してもと言いましたけれども、採算が一年中取れるとはもちろん思ってないですけれども、観光地として夏とかお正月とかそのシーズンだけ対応すればいいというものではないと思うんですね。一番初めに申し上げました、移動ということで考えると八丈島は観光地として最悪です。
年間を通してある程度のものを提供するのが良い観光地だと思います。ハイシーズンだけいいんですよ、オフシーズンは何にもないですよ、自分でたくさんお金を使ってタクシーで回ってください。これではですね、お客さん来たくないなと思いますので、ぜひですね、すぐにはというのは無理でしょうけれども、どなたかお一人大型バスを持っている方をお願いしてぐるぐる回っていただけば結構それで済むぐらいの話かなとも思いますので、ぜひ今後の検討もしていただきたいと思うのですが、検討していただけるかどうかということをご回答ください。はい、再質問に回答させていただきます。町の方としましても二次交通というのは本当に、これまでの課題、これからも課題というふうに認識でございます。現在の町と観光協会、八丈市長、商工会等で、構成されています、観光振興連絡会におきましても、この二次交通の議題が先月も出ております。で、その中でですね、さまざまなことを検討していこうという形になっておりますので、ご提案につきましては、そのような中でですね、検討させていただきたいというふうに思います。よろしくお願いします。